はい、どうもこんにちは。今日もですね、楽しいベクターを紹介していきたいと思います。今日はですね、皆さんこちらです。すでに廃盤の商品で大変恐縮でございますが、ボスのディレイの名機です。 DD20 デジタルディレイ、ギガディレイでございます。今となってはですね、ちょっと古い商品なんですけれども、少し前とかでもプロのですね、バンドマンのエフェクターボードにもよく見られました。グレーの久さんだったり、アシッドマンだったり、いろんなところで使われております。非常にね、特徴的な音と使いやすい操作感、今のね、最新のデジタルディレイみたいな澄んだ綺麗な音っていう音ではないんですけれども、少し古めかしい温かいデジタルディレイの音みたいなですね、独特な気持ちいいボスのディレイの音がですね、出せるので、これはね、非常に名機として長い間エフェクター界に君臨していました。今はですね、もう新品は売ってないので中古市場で探すしかないんですけれども、非常にですね、おすすめで使いやすい商品です。この動画のヨシさんっていう方ですね、こちら概要欄の URL に載せておきますけれども、この紹介したエフェクターボードの中でもギガディレイが使われていました。使い方とか音はですね、この後に見ていただくんですけれども、筐体に関してはこんな感じでつまみがいくつかあって、ディレイのタイムですね、でこのボタン、これはボタンを押せるつまみになっています。あとは LED だったりのインジケーターがいくつかあったりと、これ非常にね、コントロールパネルも見やすくて使いやすいです。そしてこちらですね、入力出力環境はこんな感じです。インプット AB とステレオで使えます。そしてコントロールペダルが使えます。であとはここにですね、ヘッドホンですかね、挿すところがあります。アウトプットもステレオで出せますという感じで、非常にシンプルかつですね、機能的な作りです。そして細かいですけど、いいポイントだなと思うのがここですね。はい、電池で駆動するという感じになっています。ですのでデジタルディレイなので、長いことこれで演奏するのは難しいかもしれませんが、ストリートライブだったり、外で使わなくちゃいけないとか、電源を引っ張ってこれない時とかでもですね、電池が使えるので、これもね、非常に便利だし、いいなと思うポイントです。こんな感じのね、 DD20 ギガディレイなんですけれどもね、早速ね、音を見ていきたいと思います。ということで行ってみましょう。はい、ということでですね、早速音と使い方をですね、見ていきたいと思います。このね、ボスの昔のね、ツインペダルの筐体なんですけれども、片方のペダルでオン・オフを調整、そしてこっちでメモリーですね、ここにメモリーがあるんで、このメモリーを下音をそれぞれ切り替えるのと、でこうですね、長押しでタップになって、これをトントントンってやるとタップテンポの切り替えもできますと。基本的にはですね、こういった操作になります。ところどころですね、このペダルを使ったですね、他の操作も出てくるんですけど、都度紹介していきたいと思います。ではですね、バイパスの音を聞いてもらいたいと思います。ギターはギブソンの ES335、 そしてですね、ギターから DD20 ギガディレイに入りまして、モノラルアウトでですね、こちらの動画で紹介したコッホのペダルトンっていうですね、真空管プリアンプに入ります。でそこからですね、プリアンプのラインアウトからレコーダーにつながって出力しております。バイパスの音はこんな感じです。335のリアポジションです。こういう音です。ではですね、早速オンしていきたいと思います。モードもですね、いくつかあるんですけど、まずはこのスタンダードモードっていうのがありますので、このスタンダードモードで鳴らしていきたいと思います。このスタンダードモードっていうのはですね、ボスのいわゆる通常のですね、デジタルディレイです。これの音を聞いてください。つまみはここにですね、3つ、まあ、これはモードなので3つと、でここにディレイタイムのコントロールがあるんですけども、まずは12時の状態で、ディレイタイムはですね、300ミリセカンドでやりたいと思います。これですね、今撮影でですね、ちょっとこのディスプレイこれが見にくいので、ここですね、ライトって書いてますね。ここを同乗するとですね、ディスプレイのライトがつきますので、ちょっと分かりにくいですね。例えば、これ消します。こういう状態にしてると分かりやすいんで、ちょっとライトを消しました。はい。こんな感じで、ここにですね、ライトがつくので、ライブとかでもですね、ステージ上は結構暗いと思いますので、そういう暗がりでも、このライトをつけることで、表示が見やすくなるような仕様です。はい、電気つけますね。この光り方なんか懐かしいですよね。昔、ゲームボーイライトっていうですね、非常にニッチな商品があったんですけど、そんなのを思い出しました。ディスプレイが光って暗いところでもできるというね、のがあったんですけど、まあ、そんな感じの光り方ですね。まあそれはいいとして、ではですね、スタンダードモードの音を鳴らします。バイパスはこんな音です。それでは、スタンダードモードをオンします。はい、こういった音です。いい音ですよね。ボスのデジタルディレイという感じがしてですね、デジタルディレイなんだけど温かいサウンドな印象です。
そしてですね、音を調整していきたいと思うのですが、ここにつまみがあります。エフェクトレベル、そしてフィードバック、トーンというのがありますね。これ一つずつやってみたいと思います。エフェクトレベルはですね、文字通り、こうやってエフェクトレベル上げると、エフェクトのボリュームが上がります。で、これ左に振り切ると、エフェクトレベルが0になります。のでですね、エフェクト音のレベルをここで調整します。そして次、トーンですね。トーンを上げると、エフェクト音の高音域が上がって、よりはっきりした音になるかと思います。エフェクトの音質を調整します。中央でフラット、右に回すと高音域をブーストして、左に回すと高音域をカットします。ということで、ちょっとね、硬い音というか、高音域が上がった音になります。しっかり前に出てくる音かなと思います。そして、これ下げると、左に回し切ると、繰り返されるエフェクト音のですね、ハイがカットされた音になります。そしてこのフィードバックですね、これは音の繰り返し量を調整することができます。こんな感じなんですけど、これを上げてあげると、繰り返しが非常に多くなります。で、こっちに左に回し切ると、繰り返しが1個だけになりますね。で、これを調整してあげて、どれだけ音を繰り返したいのかっていうのを調整します。こんな感じです。そしてですね、次ですね、このディレイタイムというのがあります。これ今300ミリセカンドですが、これを上げていくと、こうやってですね、音の遅れ時間ですね、ディレイタイムを調整することができます。これ、そのまま回すと1ミリセカンドずつ数値が変わっていくんですが、これをつまみをですね、これプッシュできるので、ポチッと押しながら回すと、こうぐん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 上げていけるので、結構ね、大きい数字まで行くのにもすぐ行くことができます。こうやってディレイタイムを上げると、こんな感じでディレイタイムを変えることができます。もうちょっとこうやってかなり上げてあげると、こんな感じでディレイタイムが変わります。反対にですね、ディレイタイムを短くするとショートディレイになります。そしてですね、これ今このダイヤルでですね、調整しましたが、ここさっきちょっとやってみた意味ですね、ここを長押しするとタップモードになるので、タップテンポを使ってタイムを変えることができます。こうタン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 、曲のテンポに合わせてトントントンとかタンタンとか、でこれ今ペダルでタップテンポやりましたが、ここですね、ここにもタップってあるんで、これでタンタンと指でタップすることもできます。このタップテンポ機能はですね、外部のですね、フットスイッチですね、コントロールスイッチを増設して、それにタップ機能を当てることも可能です。そしてですね、はい、こちらディレイのテンポはですね、音符で選択することもできますので、まあ、この動画とかでもちょっとね、紹介したんですけど、これあの DD200 ですけど、同じ機能がありましたが、ここにですね、ちょっと見にくいんですけど、音符のマークがありますね。これをですね、このテンポっていうボタンがありますので、押してあげると音符が変わります。これ全音符だったり、不転二分音符ですね、これは。こうやって音符でですね、テンポを切り替えることもできます。やっぱですね、今、スタンダードモード見ていただきましたが、この設定でですね、他のエフェクトをこんだけね、種類ありますので、見ていきたいと思います。ちょっとですね、エフェクトの音を聞いてもらいたいので、エフェクトレベルを上げて音を見ていきたいと思います。ではですね、どっちからいこうかな。では、で次はですね、こっちですね、デュアルにしましょう。デュアルというディレイですね。これはですね、ショートディレイとロングディレイを直列に接続したディレイです。ということなんですけど、まずは音を聞いてみましょう。なんかショートディレイで短く重なった感じとロングのディレイの感じが出てて、非常にね、独特な音かなと思いました。ちなみにですね、このエフェクトのモードによってはですね、ちょっとその中をいろいろ調整できたりがするんですよ。これでね、ディレイタイム変えていくと、ロングのディレイの方のですね、ディレイタイムは変わるんですが、同時になってるショートのディレイタイムを調整するには、
このモードつまみデュアルの時にこのオンオフスイッチを押したままディレイタイムをこうやっていじるとショートディレイのディレイタイムを調節することができます。今50だったのでこれ72とかにしましたけど、ショートディレイのディレイタイムが変わったのがですねお分かりいただけたかと思います。はい、こんな感じでショートでもいじれますという感じです。これがデュアルですね。そして次アンですね。これちょっとごめんなさい、今モノラルで繋いでるのでできないんですけれども、アウトプット AB からですねステレオで出している場合はですね交互にディレイ音がですね左右に振られるパンニングディレイになります。これがパンニングディレイです。そしてスムースというモードにするとディレイ音にですね空間的な広がりを持たせてより自然な残響を作り出すディレイということで、ちょっとねリバーブっぽい要素が入るディレイです。幻想的な音の広がりを持たせることができます。これ非常にいい音ですよね。とても好きな音です。そして次ですねモジュレート、こちらモジュレーションディレイがかかります。ディレイにですね、モジュレーションがかかって、これもね揺らぎのあるとっても気持ちいい音になります。こういったですね揺らぎのある音になります。モジュレートの波の速さ、レートとですね深さ、デプスを設定することができます。この今モジュレートモード状態で、こちらもですねオンオフペダルを押したままディレイタイムを回すとレートが変わります。これ R がレートですね。これレートを80なので、まあ、50とかにしてみましょうか。するとこんな音になります。揺れ方が変わったのが分かりますかね。こんな感じでレートを調整することができます。そしてですね次押した状態でこのディレイタイムのつまみも一回ポチッと押します。そうするとこれ D ですね、これデプスになりますので、これもこのまま回してあげると揺らぎのですね深さが変わります。こんな感じで調整することができます。そして次ですねリバースですね。これリバースはですね逆再生効果を生み出すリバースエフェクトですね。これエフェクトレベルによって効果が変わるので、その説明もしますね。エフェクトレベルを12時に戻しました。これで鳴らすとダイレクト音とエフェクト音が鳴りますが、これはですね右に回し切るとダイレクト音がなくなって逆再生音だけになります。で左に回し切るとですねダイレクト音だけになります。こんな感じですね、ダイレクト音とエフェクト音のミックスをですねリバースでは調整することができます。次ですね、はい、ではですねまた12時のスタンダードに戻って、次左に行きます。アナログですね、ボスのコンパクトディレイの DM2 をですねモデリングした音色ということです。僕の動画ではですね DM2W ですね、ワダクラフトで出た DM2W というのはこの動画で紹介したんですけれども、ここはオリジナルの DM2 のサウンドをモデリングした音だそうです。温かい音ですよね。そして次テープですね、こちらテープエコーですね、ローランドのテープエコーですね、 RE201 をモデリングした音色です。ということでこれも音を聞いていただきたいと思います。
これも暖かくて気持ちいい音ですね。ローランドのテープエコー RE201 といえばですね、こちらの動画でですね、RE2 っていうですね、少し前に出たですね、テープエコーを再現したコンパクトがありましたけれども、RE2 でもですね、このヘッド数を変えてですね、ユニークなリズムパターンにするというのがありましたけど、それと同じようなことができます。これもですね、このテープモードにしておいて、こちら長押しですね。押した状態で、これヘッド1、ヘッド1つの、そうするとヘッド2、2個までですね、2まで追加できるので、このヘッド2の状態で音を鳴らすとこんな感じになります。こんな感じで、リズミカルな音になります。とっても面白いですよね。これもね、非常に使えるかなと思います。そして次、ワープですね。ワープモードはですね、ディレイ音のフィードバック量と音量を同時にコントロールし、幻想的なディレイを作り出すことができます。ということで、鳴らして押し続けるとフィードバック量と音量が増加するということで、弾いたものがですね、繰り返し鳴ってるような状態で、重ねて弾くようなこともできます。ちょっと今手でやってるので、ちょっと演奏難しいんですが、開放弦でやってみると、はい、フィードバックが増えてですね、ずっと鳴り止まないような状態になります。これ離すと終わります。面白いですね。これを利用してですね、音を重ねていくことができます。こういうこともできます。非常にですね、飛び道具的にも使えますし、曲間とか演奏の間に聞かせる音として、なんか面白い演出もできるんじゃないかなと思います。そしてですね、次、ワープですね。これはもう、ボスのデジタルディレイのお家芸でございます。ボスといえばこれみたいな。音源でですね、グレーの久志さんがよくね、このサウンドを使ってるイメージがあるんですけど、非常にですね、独特な面白いサウンドが得られます。アグレッシブな回転感が得られる新しいディレイです。ということで、ディストーションと組み合わせるとね、より一層ワイルドな音になるんですけど、今はねこの DD200 だけでですね見せてみたいと思います。これまた音を鳴らしてですね押し続けます。ということでですね、こういう面白い音になります。これちょっとアンプ歪ましてみるとですね、こんなですね、面白いヘンテコな効果ですけれども、とてもね面白い特徴的な音が得られます。そして最後ですね、 SOS というモードがあります。こちらですね、サウンドオンサウンドということでですね、助けを求める SOS ではなく、音をまあ重ねていくということで、ルーパーですね、ルーパー的に使えることができます。最大23秒まで演奏内容を録音し、フレーズを繰り返して再生することができるというような感じですね。で、ルーパーなのでオーバーダブもできるというような感じになります。演奏の録音時間がですね、23秒っていう秒数で表されているのが独特だなとか思ったりするんですけども、やってみたいと思います。これもちょっと片手なのでうまくできるか分かんないんですけど、押すとですね録音が始まるような感じですね。もう一回押すとですね録音が終わっちゃうんで、押し込んだまま重ねます。こんな感じですね、重ねていく感じになります。はい、でまた押したら録音が止まります。いかがでしょうか。ここまで結構長かったですけど、お付き合いありがとうございます。こんだけモードもたくさんあるということですね、非常にいろんな使い方ができます。これでね、今いろいろ設定いじったり、モードごとにですねいろいろ細かい設定もいじったりしたんですけれども、それはですねこのライトでですね、この 1,2,3,4 4つ登録できるんですよ。で、登録したものをここでこうやって変えていけるので、登録しておいたエフェクトをすぐに呼び出すことができます。この画面だけで済んでるんじゃなくて、 LED ですね、今どのエフェクトになってるのかっていうのが非常に分かりやすいので、それがですね僕はいいなと思いました。例えばですね、この1にはノーマルのですねスタンダードディレイがついていて、2にはリバースだとか、3にはパンだとか、で4にはここは飛び道具でツイストを入れるとか、なんかそういうことができるので非常にね便利だと思います。そしてですね、エフェクトを送っていく、これですね、これもですね
外部スイッチに割り当てられるので、便利だし、使い勝手的にですね、汎用性があるのかなと思いました。はい、ということですね、いかがだったでしょうか。結構ね、これ古いもんなんですけど、今でもめちゃくちゃ使えるエフェクターだと思います。まあ、音に関してはね、最近のですね、DD500 みたいな高解像度ですごい綺麗な澄み切った音っていうわけではないんですけれども、いい意味でちょっとぼんやりしたデジタルディレイというか、DD3 みたいなですね、なんというか、デジタルディレイなんだけど、温かい感じっていう音をですね、僕はこの DD20 には感じました。しかもですね、こうやって非常に汎用性も高く、使い勝手もとても考えられてて使いやすいっていうのと、面白く遊び回るっていうのと、つまみもシンプルでですね、非常に分かりやすいっていうのがね、とってもいいなと思いました。この動画で紹介した DD500 とか、この動画で紹介した DD200 とかもあって、これらもですね、非常に使いやすくて考えられてるエフェクターなんですけれども、それ以上にシンプルということで、なかなかね、細かい操作が苦手な方っていうのはですね、今からでもですね、このギガディレイ使うのがいいんじゃないかなと思います。ちょっと残念なのがですね、これ廃盤なので、もう新品では買えないので、中古市場で探してみるのはいいんじゃないかなと思います。こんな感じでですね、僕の動画ではボスのエフェクターの話だったり、こういうツインペダルの話だったり、ギターの話、バンドマンのエフェクターボードの話なんかもね、やっておりますので、ぜひね、この機会にチャンネル登録していただけると嬉しいです。ということで、本日もありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。